はい。うん。ちょっぴん。沼みてぇな音してる。ジュピー。歯が邪魔なの。そういうもんだよ、ね、迷うの。歯が、こっち側にこのヘリで行くか。あ、ちょっと刃が出てくるからね。あ、そう行くかね。こうで行くか、こうで行くか。20年間それだったわけでしょ。ドバチあるあるじゃないですか、それは。迷うのどこで行くか。もうそろそろ慣れてほしいけど。これ大丈夫なんですかね。この番組は普段お笑い、芝居、バンドなど全く方向性が定まっていない活動をしているストリーキング計画の2人が企画やミッションを通し皆さんとの距離感を測っていく超実験的な番組です。奇妙な距離感。はい、今回ね、ちょっとお茶が必要な企画をやろうかなと思いまして、うん、今、カラムーチョがね、うん、ものすごい、すげえ YouTuber っぽい喋るじゃないですか。ぽいね、うん、カラムーチョが、デデン、お口音響、そう、あの、いろんな味出してて、ユーヒーヒューみたいな、タイミングおかしいんだよな。YouTuber っぽくなってるよ。これがなかなかに辛いんですよ。あら、そう。はい、ということで、カラムーチョ、うん、水を飲まずに一袋食べきれるかゲーム。おー、パチ、はい、パチ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 。口音響にこだわってますよ。大丈夫ですか、こんなところに。その位置にこんなティッシュはね、ダメ。はい、ということで、水飲んだ人が負けです。はい、シンプルです。うん、あとはもう楽しくおしゃべりしながらカラムーチョ食うだけ。あー、はい、で、何、食えた人が勝ち。食えたら勝ちです。で、水飲んじゃったら、もう僕らがいつもやってる、あの、最後コメント登録お待ちしてますっていう、あの、やつを一人でまた早速食べましょう。はい。え、これ一人一袋。はい。マジかよ。これ、私これ、あ、そうです。空いてるやつじゃん。2枚くらい私の方が優しい。まあ色は普通の。でも匂いもね。そうなんですよ、普通ので、量もなんかそんなめちゃめちゃ多いってわけでもないんですよね。そうね、量も、量普通のポテチ、普通だね。ダークホットチリ味ね。はい、はい、いただきます。いただきます。あー、でもなんかちょっと辛いね、やっぱ。でしょ、普通のやつより辛いわ。辛いんだよ、これ。ちょっとピリピリくるね。あ、辛い。飲みたい、もう。もう飲んでも、飲んでもいい、うん、飲んでもいいけど最後の罰ゲームは受けるよっていう、うん、私負けず嫌いなんですよ。あ、そうなん。へえ。美味しいですね。じゃあこれ辛いわ。3枚食べましたよ、3枚。うん、マジで、うん、マジで。じゃあもうカマンさん、そういうなんか痩せ我慢させるとすごいなんか白米食う企画とか。ホコリ取っていいですか。ホコリ、あ、いいですよ、それだけです。あ、ありがとうございます。白米を、いや、でも痩せ我慢じゃないから。あれ、大好きだったんですよ。ありがとうございます。え、で、真似しました。いや、真似ちゃダメ。真似ちゃダメなんだよ、あれ。あ、じゃあカマンさん、どうですか、このカラムーチョをご飯に乗っけて白米食えばいいんじゃないか。なんで。もうなんで、やんないって誓ったから俺。人生において。辛っ。もう辛いわ。美味しいね。あ、まあ、うまい、うまい、すごい。でもさ、先ちょっと缶も早くない。え、もうちょいさ、下に乗せて。3枚ずつ食べてるから、この人も気づいてると思うんですけど、うん、これスピード勝負でしょ。スピード勝負。そんなことないよ。あれ、もうやばいんじゃない、ちょっと口が。うん、今よだれダラダラになってきてんじゃないの。大丈夫。だからもうちょっと噛まないで、噛まないで。一旦ポテチを舌の上に置いとこう。いらない。いらなくないよ。なんで。なんで。おい、なんでお前。いや、お茶を近くに置いとこうと。ダメだよ。なんで、なんで。ダメだよ。飲むかもしれない。全然俺いけるよ。これ3枚だって口の下に置いとけるもん。マジですか。全然。やってみ、やってみて。じゃあ3秒数えて。1、2、3。余裕を表現してる。え、結構なんか女の人って辛いの好きっていう人多いじゃないですか、うん、どうなんですか、ドバさん的には。私はもうやばいけど。美味しいですけど、うん、得意じゃないんで、うん、食べ物に何でもかんでも七味とか、うん、かけるタイプ。今、火のエフェクトみたいなのが必要で。うわぁ、これがさ、辛いからなんか涼しい、吸うと。誰かに涼しい。洗
セリフみたいな涼しいねでも俺はもうそんなもんいらないけどね。じゃあちょっと食ってくださいよ。なんでやねんお前、そんな騙されねえよダメだよ。いらんいらんいらん。あのあれですからね、あと1分だったらシャッフルタイムありますからね。どういうこと？ねえ、絶対やだ絶対やだ。私、リュウジンなことだけが嫌だ本気で嫌がってんの、うん、私はね私もね、ガチに来てるんですよ。ガチに来てる。飲みなさい、お茶を。いや、やば。実力行使できた、ついに。いや、もう全然余裕だよ。あー、辛い。あ、これ辛いわ。うまい、うまい。疲れた。でも、あれですね、この多分ドバシシリーズがこの数回ぐらい放送されましたけど、うん、どうでしたか。こんなに感動してどれぐらい楽しかった。涙がね、よかったよね、本当に。いや、言葉すら発せなくなっちゃった。うまいね。うん、いや、本当になんか楽しかった。おいあのね、もう無理。参りました。うん、めちゃめちゃお茶うまいわ。カラムーチョストロング、何分耐えられたかわかんないですけど、一袋食べるのは無理です。無理だね。そして僕は明日のうんちが非常に怖いです。固形の唐辛子とか出てくるんじゃない生成されたやつ。生成されんの。はいはい。甘い。スーッと涼しい。ねえって何なの。さっき見つけたのミッキーよ。はい、ということで、ね、芋の甘みがさ際立つ。目立ってこない。そうそうそう。現場からは以上でした。待って食べきりたい。食べきるの。うん、じゃあこれただただドバシさんが食うのを見てましょう。一番楽しいやつだ。一番楽しいやつ。女の子がポテチ食うところを見るだけの時間。なんだその時間。もう飲んだ。飲んでろ飲んでろ。待ってくれてる。もう今日は水分飲まないから。いや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 。あー、極悪非道だ。いや、行かれるよ自分の。もうこれこのままだと行かないで。全然もうこの紅がついてるところは飲んでありますよ。全国の変態男子の皆様、こんにちは、どうも野村です。いや、お前なんかせめて偽れよちょっと。お前のまま言ったらお前が検挙されるよ普通。おいた。うん。うん。いたー。ごちそうさまでした。僕の負けでございます。はい。ということでね、罰ゲームが。はい。まあ美味しいは美味しいですね。うん。ただ2枚でいいな。だいぶ弱かったな。早速買ってんじゃんその人。やってみるの。涼しいか。裏に書いた方がいいね、カラムーチョは。なんかね、スーと涼しい。口の中さ、シーブリーズみたいになる。久々に聞いたわ、シーブリーズ。はい、ではさよなら。奇妙な距離感、毎週火曜日5時中、チャンネル登録、コメントお待ちしております。うん、うん、うん、カラムーチョの隅っこにいいおばあちゃん。